はい、皆さんおはようございます。キャビアフィッシングです。本日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、静岡県浜松市の稲佐湖というところに、来ております。初の場所でですね、全く情報がないまま、ちょっと知り合いの方と来たんですけど、思ったより広いんですよね。でここはあのエンジンが禁止なポイントになりまして、でライフジャケットは絶対に着用で、まあエレキのみであれば道掛けでも大丈夫だよっていうポイントらしいので、今から頑張っていこうと思います。それではどうぞ。9000ですにヘディングセンサーをつけて、今やっております。で、今画面的には地図とサイドクリア、そして 2D っていう感じにはなってます。で水温は今17度なので、なんか聞いた話ライトリグが強いらしいので、ちょっとあんまり慣れていないライトリグ系でやっていこうと思います。ロケーションとしては最高なんですけどね。まず初の場所なので、こういうストレートダウン系が強いよっていうふうに聞いたので、ちょっとやってみようと思います。で結構沈んでる石とか駆け上がり駆け下がりがそんなに激しくないポイント で岬みたいのがあるんですけど、岬エリアは結構強いっていう風に、さっき一緒に来た仲間が言っててですね、今その辺あたりでやってるらしいんですけど、僕は、上流エリアにやる気のあるバスを探しにちょっと来てます。まだ朝なのでちょっと水温も低めで、曇り、前日雨だったの でかつ風が入ってちょっと曇りっていう状況なの で、まあちょっと弱い釣りをやりつつ、僕の大好きなフリーリグとかのちょっとサイズの大きめサイズを投げていこうかなと思いますが、とりあえず様子見でクランクとかを巻いてたら、そんなんここ全然釣れないよって言われてしまったので、まあ地形把握とかね、いろいろやるにもクランクとかの方が僕は好きなんですけど、まあとりあえず先人がこういうストレートワームがいいよっていうことなので、しぶしぶ使い慣れてないものを使ってやっております。上流エリア、水が上流なのにもかかわらずそんなに良くないですね。下流の方がなんか良さそうな気もしなくはない状況です。でちなみに、今日はエレキ一発で来てるんですが、バッテリーはリチウムイオンバッテリー、結構前にレビューさせていただいたレノジーさんのバッテリーですが、この間丸々2日間充電せずに、ぶち回して魚探からと、1つのバッテリーから魚探とエレキと取ってたんですけど、丸々2日間持ってくれたので、まあいいんじゃないかなと思いますが、やはりエレキとバッテリー魚探ノイズが入っちゃうんですよね。ってことで今回はAmazon で1万円ぐらいで売っているリチウムイオンバッテリーを導入して、それを魚探につけさせていただいたので、もうすこぶる快調にノイズも映らずやらせていただいております。で今みんな結構ガーミンとかねすごいんですけど、僕はあえての日本製で、やっぱ 2D がすごく見やすいので、僕は基本的には
2D で見たい人なので。ホンデックスに早速いただきました。いつも行ってるポイントだとこういうところ暑いんですけどね、なかなかいないですね。人も結構ちらほらいるって感じで、今日はちょっと減衰気味みたいです。もしかしたらレンジが下がってるかな。で最上流の方に行くと、この稲佐湖っていうところは超天才バス君の大きいサイズの群れがうじゃうじゃにいるみたいなんですが、全く反応をしてくれないみたいで、ミミズを投げても見切られるよ、針がついてたらって言われてるぐらい、すごいハイプレッシャーな、ポイントになるみたいです。本当かよって思ったんですけど、ちょっと最上流まで時間をかけて、エレキ一発なのでね、行ってみたいと思います。ちなみにホンデックスさん、あの稲佐湖マップ入ってるので、皆さんいろんなポイントに行く方は、もちろん琵琶湖とかも入ってるんですけど、ありなんじゃないかなと。やっぱり日本製を応援したいっていう気持ちがある方はぜひホンデックスをおすすめいたします。にしても本当にライトリグ、こういうウルトラライトみたいなやつは慣れてないので、もう勝手がわからないというか、それこそあの小学生とかの時にあのカットテールを使ったぐらいで、それ以降あのデプスにはまってしまい、もうとりあえず大きなルアーを使ってきてしまってるので全然慣れてないんですよね。スタイルの釣りを貫き通すのもいいんですけど、さっきあのボートを下ろしているところのエリアの方にいろいろ聞いて回ったんですけど、いや無理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 って連発されました。いやそれ無理と言われている中でも自分のスタイルを貫き通せばいいんですが、まあとりあえず言うことを聞いてみようと思いまして、魚に僕が合わせるんじゃなくて、魚が僕に合わせてくれないとサイズっていうのは伸びないんじゃないかなって思ってるので、まあもうちょっとしたら自分の釣りを、釣れなくてもいいのでやっていこうと思います。あすごいベイトフィッシュがいっぱいいますね。ここ今ここインデットに来たんですけど、ちょっと浅くてですね、水深が 1.0m しかなくて、ベイトフィッシュがすごいいますね。なんかメダカみたいなサイズのやつがうじゃうじゃいるんですけど、バスちゃんは見えないですね。ベイトはものすごい数います。もう見渡す限り一面にキラ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 しています。あとは魚田とかの方がいいのかな。ちなみに本日のタックルですが、B リーダーをつけて、レガリスの、3000つけて、500節のハンドルをつけさせて
とかだったらね、サイテフェネスとかこういう上流域とか流れ込みとかいいとは思うんですけどね、もうちょっと突っ込んでみましょう。あまり突っ込むと初場所なんで、しんどしガリガリやっちゃうと思うので、ちょっとこの辺で、すごく静かなポイントでですね、ただ常連さんが教えてくれたんですけど、車すぐに鍵閉めとかないと瞬殺で荷物盗まれるよって言われたので、あ、今バスいましたけど見切られましたね。おお、やっぱインデッドエリアありますね。すぐなんで必ず荷物、まあどこでもそうだと思うんですけど、まあ、そういうね、ちょっと広い方っていうのはいると思うので、必ず皆さんも荷物を移動させたら必ず鍵を閉めて、でまあトイレ行くなり、まあ、ちょっとだからいいやっていう風にやってるとすぐに盗まれてしまうので、大切な道具だったり高い道具だったりすると思うので、皆さん、気をつけて行きましょう。ちなみに僕も先々月ぐらいですかね、ハイシーズンの時に、蛍光管を盗まれまして、ちょっと目を離した隙に、もうなくなってて、まあ、蛍光管程度で済んでよかったなと思いましたが、まあ、一応そこのローカルの人たちがすごい、怒ってですね、まあ、いかがらしき人物がいるからっていうことで一応マークはしてくれてはいるんですが、それからしばらく盗難被害っていうのはないみたいなので、まあもしかしたらね、そこのポイントに来てないのかもしれないですが、その方の価値がちょっと分かりませんが、盗難もねされるとすごく悲しいことなので、盗難はしない、盗難をさせない努力もお互い様に気をつけなければいけないなというふうに思いました。にしても、これ本当にライトリグ釣れるのかな。とりあえずバスの姿は見れたので、こういう水が止まってるあったかいところにいるんじゃないかなっていうのは若干分かってきましたが、なんせね、すごく水深が浅いところなので、もう目に見て分かるぐらいの水深の浅さのところにいたので、大きく移動していきたいと思います。